フィルボルグ、あるいはフィルボルグは、アイルランドの伝説上の民族である。講義では彼らと、同時期に、アイルランドに入植した、フィルドーナンや、ゲーリオン人も含めてフィルボルグと称する。アイルランド来航の書において、フィルボルグは、アイルランドに入植した4番目の民族として、記されている。フィルボルグと5番目の民族トゥアハデダナーンは、双方とも3番目の民族である。 ネウェドと従者たちの子孫にあたり、同じ言葉を使用したとされる。ネウェドと従者たちは薬病により大きく、人数を減らした後、フォモール族から従税を信いられた。そのため彼らの大部分はアイルランドを後にした。このうちのギリシアに向かった者たちが、後のフィル・ボルグとなり、世界の北へ向かった者たちが、後のトゥアハデ・ラナーンとなる。 彼らはアイルランドへ入植後ホモール族と婚姻関係を結び、後、ホモールの王となるインジヒヒも生まれる。彼らは地域を5つに分け、東部のレンスター、西部コナハと南部のマンスターと北部のアルスター、東中央の3、そを制定した。5つの地域はクイギューと呼ばれた。彼らは、その後に入植したドアハデダナーンとは言語のほか 戦争に関するルールも同じであったため、当初、エリンの島の半分ずつに互いに分かれて暮らそうという、有効な関係を持つものの、互いの人口増加により戦争となる。ドゥーンエンガスそのようにして行われた第一次、マグトレドの戦いでトゥアハデダナーンに敗北した後、アラン諸島へと敗走する。伝説では、アラン諸島にあるイニシモア島のドゥーンエンガスは彼らが作った城塞とされる。 伝承によっては、コナハトの地を有することを許された。あと、彼らは伝承の中で、アイルランドの最初の妖精となったが、それは、巨人のごときグロデスクな存在であったという。また、巨人として語られた後には、身長90センチメートルで、赤いチェックやプレードの服を着る農民のような形と、言われるようになり、土イやラースに住み、 人間と後輩ができるが、高齢化した一族を人間の子供と交換する、チェンジリングも行うと語られる。キャサリン・ブリックズは、金髪壁岩で巨大であった、ドゥアハデ・ダナーンと戦い破れ非正復民となる彼らを、ギリシャ神話に登場する、オリュンポースの神々と戦い破れる巨人キターンの関係とヒシュールとしている。フィル・ボルグの呼称は資料によって、川を持つ人、川袋の民、 沼地の人と説明されるほか、フィルはゲール語で英語の面にあたる語であり、ボルグは彼らの崇拝する神ビルグ、湿地、雷など小説がある。また彼らはコルカ・オイドカ・コルカ・ド,ドゥイブナとも言われる。フィル・ボルグは完全な伝説上の民族ではなく、現実の歴史の一部が伝説へと反映された存在である。抗議のフィル・ボルグの中の一部族であるゲイリオン人は、 レンスターの語源であるリーイン族を指すと考えられている。また、フィル・ボルグの中の一部族、フィル・ドーナンはブリテンのドゥームの二族と関係がある。ヤン・ブレキリアンは、フィル・ボルグをベルギー人と、フィル・ゲーリオンをガリア人とし、フランク・ディレーニーは、フィル・ボルグという故障と、大陸・ケルト人たるベルガイ人との関連を示唆している。ありがとうございます。